お菓子の2個買ってましたよね。そうでしたね。軽く記憶から消したい。さいなら。バイバイ。あ、置くの忘れてるはず。殺虫水系の猫ちゃん、また買ってたもんね。あれは本当に比べたかったから買ったんだけど、なんかなんであんなにいくつも買ったのかっていうのはちょっとわからないの。あれこそお蔵入りかもしれん。だってもらったらアリエクセルに手を出すやん。私の、あ、何？自分、私がセール、え？私が自分の在庫をクラリちゃんに渡し、減った分だけ買うとでも思ったの？ありえる。嘘。ありえないよ。買わないよ。買わないよっと。淡くて綺麗な色味の部分ですね。そう、淡いんだ。でもなんかよくわからないんだよ。まあ、引き続き今日もよくわからないんだよ。ね。今気になってる作品はありますか？それがね、別にないんです。別にね、なんか欲しい作品があるかって言ったら今ないんだよね。今マジで。なんか狙ってるやつもないし、まあなんかダイヤモンドクラブで失礼。名前忘れちゃった。あの人。何先生だったっけ？ RK 先生だ。RK 先生っていう外国の方のね、がやってたダイヤモンドクラブの日本のさ、こう、ドンキホーテとか書いてあるやつ。あれは可愛いなと思ったりするんだけど、まあどうせ買ったとこで全然やらないんや。制作遅くなるし。まあダイヤモンドクラブは最近みんなやってるから、まあいいや、私は。みんながやってるのを見ておこうみたいな感じ。キツネに猫に、キツネに取り憑かれてるって言っちゃったよ。間違えた。猫に取り憑かれてる。猫欲しいんだもん。猫ちゃん可愛いから好きなんだ。3つ比較しないと。3つしんどい。あ、ソハミさんありがとうございます。3つの比較はしんどいよ。私死んじゃう。ちょっと待てよ。ちょっとうまく設定に寄せる。どうせなら一つだけ在庫のビーズで仕上げてみるとか。そういうこと？新しいね。ちょっと考えるわ。ラムチョップだけは手に入れたいな。そう、ラムチョップは可愛いよね。あれちょっと本当に正直ラウンドでもやりたいと思ってるよ。いや、でもね、ちょっと実は私は、テイコーさん、塚本テイコさんってキックひまわりさんで取り扱ってる絵を描いてる人の作品で A2 の作品でねやりたいのがあるんだけど、買えない私まだ。だいぶ減らしてからしかやれないから、ちょっとそれまでなくならないでいてほしいって本当に思ってる。あのビーズは一回触ってみたいです。あのビーズ、どのビーズ、どのビーズ、キックさん。フェアリーダストは、ゴミ。誰だ、そんなこと言ってんのは。もう。ちょっと、ねえ、もうよくわかる。誰そんなこと言ってんのは、ほんとにね。もう、ねえ、妖精のゴミみたいなね。ほこりだっけ。あ、またハートミーありがとう。ちょっとこっちに移ろう。ちょっと待ってね。あ、ちょっと永遠に1回したけど二度としたくないね。サイズでかかった。私もテイコさんの永遠のやつ欲しいのあるのよ。もしかして一緒かな。あのさ、なんか水に映ってるやつ一緒かな。DAC の、あ、ダイヤモンドアートクラブのビーズでは、ダイヤモンドアートクラブのビーズ、あ、いつかは、触ってみたいよね。わかる。いつかはとは思うんだけどね。うん、もういつかが来るかどうかはもうわかりません。気分だな。ダメよ、ゆいさん、お口悪いで。
シャボン。いつも通りだよね。クックック。それや、マジか。クラリちゃん一緒の狙ってんじゃん。でもそしたらきっと私より先にクラリちゃんが作るな、それは。なぜなら私めはいろんな作品を持ち合わせておるゆえ。あれめっちゃ可愛いよね。色が最強に可愛いから。めっちゃやりたい。めっちゃやりたい。でも全部がでかいよ、ダイヤモンドと比べ。そうなのにね、でかいよね。でもなんか多分私はあんなにこう制作をがっつりやれないので、まあなんか、いいかなみたいな感じになってるよね、今。あれ素敵よね。そう、めっちゃ可愛い。やばばばば。可愛い。あの絵やばい。今の紫かわいい。これね、かわいいよね。まあ、なんかなんでここにこの色が来てるのかは全然わからないんだけど、まあビーズがかわいいからまあいいか。そう、なんかダイヤモンドアートクラブはな、ビーズはいつかは触ってみたいっていう思いは本当にあるんだけど、なんかね、一つの作品に結構時間をかけられ、まあそもそもダイヤモンドアート自体に最近全然時間がかけられていないので、なかなか、ちょっと買ったところでマジで2年とかかかるんじゃないかって思うとね、悩むんだよな、悩んじゃうんだよなみたいなね。ダイヤモンドと比べ同じ番号が続くとかの多いと思った以上に早く終わります。あー、なるほど。連張りができるってことか。なるほどね。なんかさ、パキッとした感じじゃないですか。あんまり色が、色がパキッと。なんか、ああいう感じは私あんまり、ああいうのをしなくって、好みかというとそこまでじゃなくて、でも一回はやってみたくって、みたいな。みたいな。迷うしてます。場所がない。広げる場所。ああ、わかる。わかるよ、それもわかる。まあとりあえずまずは私はね、在庫を減らすということとね、もしかしたらなんかの表紙に水これやるぞみたいなテンションになってくるかもしれないし、その時は作らなきゃいけなくなるので、ダイヤモンドアートクラブはとりあえずいいかなみたいな、みんなに任せで見る専門になろうと思って。あ、なんかこの像マジかわいい。なんかこの像めっちゃ可愛い。ちょっとこれも埋めようかな。埋めてみようかな。あ、埋めよう。めっちゃ可愛い。ちょっとピント良いね。これ可愛いね。これあれにしよう。 YouTube のサムネにしよう。私みんな、ちょっと待って、私みんなにがご飯食べるちゃぶ台ならのちゃぶ台。あ、それはちょっと大変だね。デスクというかそれ用のね、机が欲しいよね。制作場所ちゃぶ台。ひっくり返されないように気をつけなきゃ。W じゃない。D シン自透明あるのおもろいけど。自透明。なんか記号のことかな。なんかで、ツイッターでどっかで見た気がするな。いろんな記号があって面白いよね。最近本当に DAC やってる方増えましたよね。そうだね。なんかめちゃくちゃ、私、そうだね。ダイヤモンドクラブって知ったのは、千穂たんがやってるのを見て知ってたんだけど、めちゃくちゃ1メートル超えとか作ってたからさ、なんかすごかったもん。当時さ、ダイヤモンドアートを始めたばかりの私としては、もう1メートル、まあ、当時もどころも今もなんだけどさ、1メートル超えとはみたいな。一生かかっても終わんねえみたいな感じがするよね。いいの。まあ、いつかはさ、やってみたいけど、別にやらなくても大丈夫。次の水これは3万、だから違いますよ。水のゆいはだってさんまってしゃべネタにしただけでさ、自分もやってないからね。こんばんは、こんばんは、いらっしゃい。かわいいよかね、かわいかったよね。くすみカラフルかわいい。ちょっと後でまとめてやるね。かわいい。大石がすでにかわいいね。かわいいよね。
ダイヤモンド、美穂さん、ダイヤモンドアートをしようとして、ビーズケースをひっくり返してしまって3色混ざりました。やる気なくしちゃいました。それはなくす。なくしちゃうよね。まあでも3色なら、まだまあ大丈夫、きっと。頑張って分けよう。最近私も、あ、でも私は同じような色を混ぜまして、諦めました、そういえば。全然頑張ろうじゃないっちゅうの。こんばんは、今夜もやさらに来ました。いらっしゃい。いらっしゃいませ。まったりしております。いつも通りでござる、ござる。こんばんは、くるみさん、こんばんは。水、次の水これ、軍手。軍手めっちゃおもろくない？私さ、もう本当に。軍手、この冬というか、ちょっと涼しくなって、あ、寒くなってくると着にくいんだけどさ、もうヘビロテしてやろうと思って、休みの日はずっと軍手着てるよね。サンバに取りつかれた女。私じゃないよね。私がじゃない。レナさんがだよね。間違いない。やっぱり鍋でしょ、おでんもか。鍋、そういえば今日鍋の準備した。鍋食べたい。え、悲しい、来年、サンマのキアラさんのダイヤモンドアート水これにしてほしいです。この前買えなくて。なんか、本当にやりたかったら、キアラさんに相談すると、オーダーとしてやってくれるそうですよ。それで買った方何人かいたって聞きました。水これには、もう先に言っとくけど、水これにはならないからね。来年に待っても絶対なんないから。本当に。いや、チョコレートですよ。チョコレートもどうだろうな。軍手思うの。軍手かぶってるサンマで。もうサンマネタ笑わんでな。もう面白くなくなってきたからな。もう笑わんでな。ハトミありがとうございます。今まで A1 サイズしかやったことないけど、え、すごいね、逆に。ダイヤモンドアートクラブのするのが憧れです。A1 サイズやったことあるなら、ダイヤモンドアートクラブなんて、ほんと余裕のよっちゃんじゃん。余裕のよっちゃんじゃん。今ちょっと言った後に、なんかこう、なんていうか、すごく後悔しているけどね。よっちゃんとか言っちゃって。あー、かわいい。ビーズがかわいい。来ました、いらっしゃい、こんばんは。あ、ハートミーありがとう。え、来年画像をキアラさんからお願いして送ってもらおう。来年か。キアラさん、来年そのデータあるかな。今日はクリスマスコースター1日やってます。あ、そうなんだ。クリスマスコースターかわいいだろうな。ちょっと待って、なんか、あ、すごいずれてるけど、私もそろそろクリスマスやんないとな。やっちゃん、こんばんは、こんばんは。余裕のよっちゃん、よっちゃんだよね。こっち来れてありがとうございます。あ、ダバラもありがとうございます。わかる世代、よっちゃん、そうだよね、そうだよね、きっとわかってくれると思ったよ。前もってからも買っとこうかな。まあ、その方が買えるとは思うけど、来年本当にやりたくなってるか、大丈夫、やりたくなくなってそうじゃん。なんでこんなん買ったんだろうってならんかな。もう単純に私は心配になっちゃう。あたり前田のクラッカー。あの、リアルタイムに使ったことはないよ、先に言っとくけど。ここはあの大事なところなんで言っとくけど、リアルタイムに使ったことはないよ。知ってるっていう世代、世界で。一度でもダイヤモンドアートクラブやったら他のところができなくなりそうで手が出ないですね。あ、そんなに憧れてるの？そうか。やっぱそんなに美しいものなのかしら。見てるとすごい綺麗だけどね。どんな感じなんでしょうか。しのみさん。自分は時間がかかるからと始めたサンタが仕上がってしまいそうで困ってます。あわてんぼうのやサンタクロース。クリスマス前にやってきたじゃなかった？違ったっけ？あ、違ったっけ？うん、懐かしいや。水これのこれからが気になります。水これのネクスト、わーか、ちょっと、あ、なんだろう、チームブレス、ありがとうございます。ありがとうございます。また来ます。ありがとうございます。
コスモスポチポあコスモスポチポチながらライブに出ます。ありがとうございます。コスモス楽しんでいただけてると嬉しいです。コスモスもね、ちょっと左上の地獄ゾーンが大変ではあるんですが、めちゃくちゃ可愛いからめっちゃ今の季節だと思うし、クリスマス前にできちゃった 歌がめっちゃ流れとる。見てここマジ可愛い。もうこれだけで私は可愛い。これを眺めよう。これこここのここはいはいここはいこことか言って、もうビーズ置かなくてもいいかもしれない、可愛くてそっか、その恩恵で行かせていただきます。ゆうさんありがとうそうだよ、もう明らかに泡展望のサンタクロースだよ。泡展望のサンタクロース、クリスマス前にやってきた、なんとかなんとか。今日は何時までやりますか。これやったら終わりだな。やっている人のを見るとビーズがとても綺麗で憧れはします。ただあまり絵柄が好みのものがない。それあってそれもあって手を出していないというのもある。もうめっちゃわかる。私はそう、もう絵柄が好みじゃないのが多くて本当に買えない。いいんです、別にいつかはね、いいタイミングが来りゃ買えばいいし、会わなきゃ買わない、見て楽しむでも OK。 あー飛んだ、あ飛んだ。もうなんか逆にみんながやってるとやりたくなくなってくるっていうさ、なんかちょっとこう天の弱が出てくるじゃん天の弱なんていうか、ロシア語みたい、ロシア語なんだよね多分。そうなんかね、そうなの、なんかロシア語なの、来た時からロシア語なの、なんか説明のやつとかロシア語なの。みさんこんばんは、ココアさんこんばんは、ありがとうございます。ハートミーありがとうございました、ありがとうございます。水野さんのテディメイさん、水野さんの声本当に落ち着くから YouTube 見ながらやってます、ありがとうございます。だいたいなんか喋ってることはむっちゃわ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 ちゃって言ってるけど大丈夫かなっていつも心配してる。ちなみにね、驚きなんだけどこれ樹脂ビーズまさかの樹脂ビーズ、全部アクリル、だいたいアクリルなのにこれ樹脂なの、信じらんないよね。え本当にゆいさん樹脂って言ってたけど本当に本当に、見てこの2つでモテるの絶対樹脂でしょ。天の弱なゆいさん好きです、えへてへてへてへ今日の色も綺麗、可愛いよね、この辺可愛いんだよな、可愛いんだよな。そうね、みんながミステリーやってる中お母さんのお直しあってやったもんね。いやあの時本当にひどかったよね。いやもう本当にこれは結構昔のお話なんですけどね。ローザありがとうございます、お母さんありがとう。あれは結構もう1年以上、何年か前、1年半ぐらい前、ちょっと覚えがないんだけど、なんかミステリーが出だした頃だったの。ミステリーダイヤモンドアートっていう、こう当時は画期的な、何が出るか分かんないみたい。アミさんこんばんは、いらっしゃい。ミステリーダイヤモンドアートっていうね、何が出てくるか分からない、みんな流行ってたの、すごい流行ってたのね、みんなミステリーやってたので、さまあその時もフォロワーもまあまあちょっと増えてきてたはずなのに、私ミステリーやってなくて。アフィンガーハートありがとうございます、キュンです。一生懸命母のダイヤモンドだと直してたよね。なんかおかしいと思って。みんなでやってることが、ま、違うと思うね。ま、これはまずい。本当に。個人的にはこう、やっぱりね、ダイヤモンドアートのアカウントなんだから、誰よりも早くダイヤモンドアートの流行をやっていこうみたいな。そういう視点がないんだよな。未だにね。スーパーマイペースでやっておりますので、どこだ、 Y がどれにどこにあるか分かんない。 Y あれ Y のビーズがどこにあるか分かんないな、見当たらん。
Y が置きたい。私は Y が置きたいんだよ。 Hey Y Where is Y? Where is Y? で思い出したんだけどさ、あった、なんかインスタの方でさ、なんかすごい外国のアカウントの人がすごい DM くださって、なんかすごいこうよみたいな感じで喋りかけてくれてんけどさ、なんか英語が分からなくて翻訳してなんとか返信したけど、あれだね、結構みんなよみたいな感じだね。ちょっと待ってね、コメント読んでなかった、全然ごめん、読んでなかった。ミステリーの絵柄が分かって、結構みんなもう割と分かったみたいな人多かったよね。なんかおまじゅうしまいさんこんばんは、こんにちは、こんばんは。佐藤のお米さん、私もミステリーやりたい。ミステリーね、何が出るか分かんないんだよ、分かんないよ。テデチコさん懐かしいね。そう、結構懐かしいよね、あ、その話ね。そんで多分これも樹脂だと思ういや懐かしい、あの頃みんな自由だった。サンリオ率高くて笑った。あー、サンリオか。サンリオとかさ、なんかディズニーっぽいのもあったよね。結構みんないろんな割とキャラモンが多かった印象だよ。この週末寒くなったから肩も腰も辛くなりつつ、ダイヤモンドアートはやめられないです。温めつつ行こうね。あったかいブランケットゲットしましょう。ちょっと待ってよ、同じマイペース、マイペースでいいのよ。誰とも比べる必要ないし、流行りに乗らなきゃいけないっていうこともないし、流行りに乗ってやりたいなと思ったらやったらいいし、マイペースでやりたいなと思ったらそれでいいし。 OK、 今度40だと思ってたけど、またあと 5ぐらい作らなあかんかった。あ、何さ、数ね、まだまだな、まだもうちょっとだね。でちこさん、そういうのがないからゆいさんのことずっと好きです、ありがとう。まあめちゃくちゃマイペースだもんねありがとうございます。なんかさ、趣味だからね、なんか誰かと比べる必要って本当になくて、誰かとも比べなくていいし、なんか流行りに乗らなきゃいけないわけじゃないし、自分のやりたいことを好きなようにやるのが一番いいよね。これもなんか樹脂な気がするんだけどさ、樹脂だ埋まったけど、なんだこれ、色替えオンパレードね、全部違った。最先端を求めないマイペースなところがゆいさんの動画ライブを見続けられるところかもしれないです。あれだね、もう味噌汁みたいなもんでしょ味噌汁みたいな感じでしょ。なんかこう特別感、ステーキみたいな特別感もなくね、なんかこう今日こそはみたいな特別感はないけど、まあ、日常にあると嬉しいなみたいな、特別な感じはないけどなんかあって嬉しいなみたいな、そういう水の良い。あ、ごめん違った今ちょっと言いたかっただけなんだ。うん、はい。暖房の中でぬくぬくしてダイヤモンドだと幸せね。私こう今年はなんか父が誕生日にさ、誕生日プレゼントもらっちゃったんだけど、この年で父にがさ、サーキュレーター買ってくれてさ、おかげでなんかすげえ部屋の空気が循環して、あったかいって感じ。待ってね、あー、チームブレスレットありがとう、きれい。あ、トモさんこんばんは、きれい、きれいだねこれ。でもなんだろうね、これなんか島じゃない、なんかのどっかの島じゃないみたいなわかんない血の就労支援でも提案してみようかなと。まずはラウンドだったら絶対やれるよ、やりやすいよね。なんかさ、そんで達成感が得られるからいいよ絶対。なんかこの趣味って私がいいなと思うのは本当にそうで、なんか仕事でもそうだけど、割とこう目に見て達成感があるものって少ないからさ、こういうのいいよね。頑張ったみたいなのが目に見えるのはすごいいいと思う。トモさん、今日ダイヤモンドアートの整理してたら在庫が28個ありました。めっちゃあるやん、売り物やで。でちこさん、最近何をやりたいか分からなくなってきたから、今更ながらミステリーやってみようかなと。それはありだと思うね。なんかもう選べなかったらもう何が出るか分かんないのだったらいいし、じゃあアンさんのさ、めちゃムズミステリーも私はちょっと今始めてるけど一回も売れてない。大人数で大きいサイズやってみればどんなになるか気になる。どういうこと、大人数って、どういうことだろう。米か味噌汁か
手だくらい味噌汁いいです、日本人ですから。ナスとか食べたよね、なめことかもいいよね、まあ、豆腐味噌汁、玉ねぎとかも好きです。クリスマスコースターを8枚セットであと3枚で完成、母に1枚やらせてみたらピンセットの扱いがとても慣れていました。へえ、ダイヤモンドと時代初めてですか、今後ハマるか分かりません。お母さん結構ハマったりするもんね、意外と。どうだろうな、ハマってくれると嬉しいよね、趣味一緒だね。島、なんか島っぽくね、ちょっと手カッサカサだけ許して、ちょめっちゃカッサカサだけど島、それがどこの国なのか気になる、ちょっと調べようか。イラスト班の人に絵を描いてもらってみんなの絵をオーダーしてって、イラスト班すげえな、イラスト班。支援のメンバーとその時間だけダイヤモンドとするとか、そういうのもある、なんかいろいろ使えるとは思うんだよな。A1 を5人とかでやるところじゃない、私としたらさ、なんかなんか15センチ ×15 センチだけやるあの隅の方の15センチ ×15 センチだけやける、ちょっとあとみんなよろしくあ、むしろ10センチ ×10 センチぐらいだけ担当するから、あとみんなよろしくよろしくよろよろ一つだけ台紙のシワがすごくて無事完成できるか心配、水を受けるのかどうか、まあ、そんなにかちょっと心配だね。ビーズ可愛いですね、めっちゃ可愛いの。そうなの、ちょっと今さ、どこにある、あ、世界地図、これなんだろう、ちょっと待ってね、ま、みんなにしようとしてると、これなんだろうっていう話。じゃあ私準備と片付けだけ引き受けます、マジありがとう、特に片付けやってくれたら超ラッキーって言っちゃった、本音が出た。これね、何かっていうのちょっと見ようか、これ、これ何？これ分かんない。なんかこのとこに島あったっけ？その今度こ分かんない。どこ実在すんのって分かんない。アイスランド。アイスランド、こんなとこにあるの？これ？アイスランド。かわいいアイスランド。ビーズケースタワー。やばいわね、ほんとタワーひどかった。今やってるの時点なんだけど、ミステリー状態。多分完成してもミステリー。マジ？丸見えミステリーじゃん。日本どこ？日本はね、ちなみにね、待って、ちょっとアイスランドの地図見てくるわ、マジで見てきてほしい。ちょっと待って、樹脂アイスランド間違いない。日本どこ、日本これ、どの指もカサカサだな、これ。もうちょっと手カサカサすぎてピンチアウトもピンあれもできないんだけど、やばくない？ちょっとごめんね、ちょっとあのメンションが読めてないんだけど、一応もまあとりあえずみんなね、これ毎回やることなんだけど、何ができてるのそれ、あ、わかんないっていうのをやるから、まあ、先に言っとくけど何ができてるのか全然わかんない、出来上がってもまあなんか世界地図に見えないよねっていうのも今からやるから、はいもう見えた、日本見えた、あ、スンホイさんこんばんは、ありがとうございます。日本あったあるけど、日本先にやって、ハートミーありがとうございます。実在する、マジ、ちょっと後で世界ガチの世界地図見てくるね。でもここ単純にこんだけがめっちゃ可愛かったよね。イエー、アイスランド、フィンランド、アイスランド、へえ、ちょっと待ってよ。ちなみにさ、その日本とやらがどこにあるかちょっと気にならん？先にめくっちゃうスタイルでいこうと思ってんだけど、やばね、ちょっと先に見ない、みんな見る、見ない、そのところ、そのところかわいいやった、かわいいよね。
アリエクセールで世界地図を見かけて、これってたくさん種類あるんだねっていろいろ流れていました。あるんだけど、でかいの買わないとマジで意味ないな、これな。でもでかいの買っても分かるもんなんかね。見たい、見る、見せて。いくで。日本のお目見えです。ドゥン。あ、ソファミさん、見たい。え、じゃないよ。あ、え、あ、こ、この辺。あーって、カエルちゃん、あーって、カエルちゃんのあーが、なんか、ちょっと、声で聞こえてくるようだよ。日本いました。お目見えしてるの。ん？ちっさ。いや、日本は小さいんよ。ん？どこ？これっしょ。ちょ、わかった、みんな。どうや、日本やろ。ほら。な。ほら。ジャパン。ちょっと待って。え、ちょっとみんな見えてる？北海道が星みたい。本当だね。しかも色が。日本がセンターじゃない世界地図だからかなり見ちゃった。あ、確かにそれはそうか。ちっこい。あ、日本もともとちっちゃい。うちの県どこやねん。県をさ言うならさ、マスで言うしかない。東京がどう、G とか人めちゃくちゃ小さい。ジャパン G とか K あたりですか。この辺ね。これをどこをどう、日本じゃ、日本っておもろいな。 NIPPON 日本。小さいよね。小さいし色も地味、間違いない。色地味だよね。もう少し明るい色が良かったな。変えちゃおうか。あ、ま、全部真っ赤にしちゃおうか。愛知だけどどこ？愛知。足すとか？足すのとこ？プラスとか？あー。日本の下半分消えた。消えてるかも。縦にまっすぐ。うちは A が横のとこ。A が横。おー、東北ね。真っ赤っかにするのあり。火山大国で飼育水。急にめっちゃ自己主張の強いよ、なんかこう、ジャパンみたいな。ちょっと考えようか、それはね。はい、というわけで、一応世界地図に日本もありました。そしてこれは何だっけ、アイスランド。クリスタルにしたらいいよ。いいね。どうしようかな、ちょっと考えよう。アイスランド、ありがとう。アイスランド、ちょっとマジで私この後地図見るわ。めっちゃ可愛いんだけど、もうめっちゃ可愛いんだけど。今後も楽しみです。頑張る。お久しぶりです。元気ですか？私は元気です。よいお年を。よいお年を。はい。アイスランドって結構大きいよね。まあ、地図の書き方なのかな、わかんない。とりあえず見るね。クリスタルする。クリスタル賛成。クリスタル、ねえ、ちょっと、とりあえずさ、終わるんだけどさ、アイスランドはアイスランド感あるの、日本は。日本めっちゃジャパンって感じだったら、めっちゃちょぼくて、ちょぼっとしかない感じが日本。久しぶりです、こんばんは。名前気にしないでください。わかりました。チコチコさん、お嫁にもらってよろしいですか？どうぞ。どうぞじゃないよね。愛知県がないよ、なぜなぜ。大体日本はもう、北海道と東京があったら日本みたいなもんや。知らんけど。この地図で言ったら。で、そうね、とりあえず来週新しい作品ね、私が待ちに待った作品が届きます。で、こいつが空いてる。で、なんちゃってミス、あの、違う、なんちゃってじゃないの、あの、ちょっと難易度高めアンサンミステリーがあります。で、ちょっと待って、勝手にわらわら、保護者から許可もらったので連れ去りに行きます。私保護者だったのか。そらもう、行ってらっしゃい。だからさ、3つ平行になるんだけど、3つしか平行にならないのかと思って。そう思うとさ、フルクリスタルもやりたいしさ、フルオーロラもやりたいしさ、いつ届くかわからないけど、フルになってるかどうかわからない、フェアリーダストビーズの作品も買ってるの。3つを平行し、3つそれもやりたい。この場合はどうしよう。3つしかじゃん。3つしかじゃん。
水野ゆいの3つは鹿じゃんね。ということでちょっとこの先どのようにやっていく考え中です。っていうかでもいろいろやんなきゃいけないこともあるんだけどな。迷う。水みんなの母ダイヤモンド、母じゃないよ、ダイヤモンドアートの生みの親的な存在。水野全然産んでないちょっと感覚が、ちょっと感覚が、いやちょっとだよ。地図の、ちょっと待ってよ。地図のバランス的にはアイスランドもう少し大きいのにちんまいしてるのがまた可愛い。あ、そうなんだ。ちょっと見に行ってくるね、後で。本当に3つしか、全部楽しみです。3つしかなんだよな。ちょっと考えるね。鹿だよ。鹿さんだよ、もちろん。3つ終わらせ買ってからがいいのでは。だって世界地図一生終わらない。まあ、ちょっと考えます。ミスのより3つは3つしかじゃん。3つしかしか、なんでみんなそんな鹿が好きなの。牛乳のとこさんすピアノの3つ違うね。鹿っつか、これディアって感じだね。なんかもうなんならこうジングルベールのやつやん。馬、え、バカってこと。まあそこは認める。はい、ということで今日もありがとうございました。みんな鹿の絵文字がいっぱいなんよ。ビーバーは違うんよ。今年の翌年来るときは世界地図で決まりですか。いやだ、この作品そんなに思い入れが全然ない。いやでもな、次届くね、キエラさんのにオーダーした作品がどんな感じになるか分かんないんですけど、なんかね、いい感じの写真、友人を撮った写真なんだけど、結構いい、私的に好きな感じに撮れてるので、まあ、どんな感じになるか分かんないよね。みんなおバカって言ってくる。しょぼん。いいよ。わらわらって。年越しは思い入れのないやつと相場が決まっている。結局そうか。楽しみしか。はい、あばら、ありがとう。今日もありがとうございました。ということで皆さん、本当、あ、やっちゃんさん初めてのギフト、 Thank you。 疲れ様でした。またね、軍内。またね、今日も遊んでくれて遊んでくれてありがとうって思ってたな、私。今日も遊んでくれてありがとう。今日も楽しかったしか私も楽しかったしかよ。お疲れ様でした。おやすみしか、めちゃ言う。 お疲れしか、お疲れしか、おやすみ。じゃあね、ぐんないぐんない、バイバイ、まったね、また遊ぼうねバイバイ。おお、止めるよ。ありがとう。